こんにちは、はすみです。本日はここ最近ずっと気になってた異音、そちらの音の発生源が判明したので、そちらのお話と、そちらの音を消すための対策、もう完璧ではないのですが、まあこちらを対策していただければ、まあ多少良くなったというお話をしたいと思います。それでは早速、私がどのような音がずっと気になっていたかと言いますと、走行時、段差などでカタカタと音がしておりました。そのカタカタという音は運転席の内張りの中、もしくはスライドドアの中から聞こえているものだと思っておりました。でもその内張りの中なども確認してみたのですが、まあ、中の方でまあカタカタしているものってなかったんですよね。それでいっそのことドアを揺すってみようと思いまして、ドアの方をガタ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 揺らしてみました。フロントドアおよびまあスライドドアですね。そうしたところですね、あのフロントドアは特に問題なかったのですが、スライドドア、そちらの方をガタガタ鳴らした時に、と上部の方でガタガタ鳴ってたんですよね。その閉まった時にこう位置合わせをするための突起があるんですよね。でその突起と受け側の噛み合わせ、そちらの方がもう悪いのではないかと思いまして、まあよくよくマイクを近づけて確認してみました。そうしたところ、そのスライドドアの受け側ですね、そちらとその突起、そちらの方が走行中にカタカタ鳴ってる音が、まあ私がずっと気にしていた音だということが判明しました。それで、まあ、音の原因が分かったとなれば、まあ、対策していくわけなんですけど、今回ですね、まあ、そちらがまあちょっとガタガタしてるっていうことが分かりましたので、突起の方にビニールテープをまあ何周か巻いてみました。こちらあまり巻きすぎるとスライドドアがまあ閉まらなくなる可能性がありますので、その巻き加減ってちょっと難しいところではあるのですが、そちらビニールテープを巻いて走行してみたところ、見事に異音の方がなくなりました。ただこのビニールテープを巻くという作業なんですけど、やっぱり開ける頻度が多い場合に関しましては、まあ、いつかビニールテープが傷んで、まあ、なくなってしまったりとか、そういったことがありますし、気づかれることはないと思いますが、まあ、見た目的にあまりかっこいいものではないです。それで今回この動画を出すにあたりまして、まあ、根本的な解決にはなってないけど、とりあえずは他の人の動画と被っちゃまずいっていうのがあったので、まあ、他にその異音対策などされてる方っていないのかなって思ったら、全く同じ場所があのカタカタ鳴ってるということで動画を出されてる方がいらっしゃいました。ちょっとその方の許可はいただいてないので、とりあえずあの気になった方はそちら概要欄の方に動画のリンク貼っておきますので、そちらの方もご覧ください。もうちょっと私よりもその根本的な解決方法、まあ、そちらの方をお話しされておりますので、まあ個人的には触りたくない場所ではありますが、あの調節することによりまして、その受け側の位置で音がなくなるよっていうことをお話しておりますので、まあ、参考になるかと思いますので、そちらの動画もぜひご覧ください。今回私はビニールテープを巻いて対策して、まあ、しばらく様子を見るのと、あと、まあ、どうしても根本的に解決しなさそうであれば、まあ、ディーラーさんに相談しようと思います。それでは本日はずっと悩まされておりましたイオンの解決、まあ、完全に解決っていうわけではないのですが、まあ、そちらのですね音源が、まあ、とりあえずは見つけることができましたので、そのご報告となりました。それでは本日は最後までご視聴ありがとうございました。こちらのチャンネルではベルファイアやアルファーズに関する商品紹介および作業手順を紹介しております。最近では様々な商品紹介も行っておりますので、こちらのチャンネル気に入っていただいた方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。次はあなたの番です。